クルーム代表の水野です。今回こちらのショートボブ向けのハーフアップをご紹介します。このアレンジ、この横にこうですね、ロープ編みっていう交差させる毛束を技法を使ってるんですけど、ショートボブはどうしてもこの顔周りが短くて難しいんですけど、今回はそんな短い長さでもこのロープ編みですね、可愛く作る方法も合わせて解説しますので参考にしていただけると嬉しいです。それでは解説していきます。まずこの表面の紙ですねを丸く取ります。丸く取って角度を下げてくるりんぱしていきます。でこの時につむじの位置、こうですね、ここなんですけど、少し上、つむじの少し上で分け目を隠すように集めていきます。これ結構ポイントで、これで引き出した時に高さが出るんですけど、これがどうしてもパカッと分かれた状態で引き出してしまうと鉢が張った状態になりますので、必ずブラッシングや手ぐしで真ん中を少し高さを出しながら、この位置ですね、ここでくるりんぱします。ゴムは少しきつめでお願いします。で毛束を通す穴ですね、くぐりんぱの時の毛束を通す穴は最小限にします。あまり広げすぎるとここが張ってきますので注意してください。これぐらいですね、もうギリギリぐらいでくるりんぱしてください。そうすることでここが膨らみません。で毛束を引き上げる時もグッと角度を下げて引き上げます。でこれでくるりんぱをほぐしていきます。まずこのゴムのところを持って、このねじれのところを引き出していきます。でほぐすところとほぐさないところをつけます。ですね、空間を作ることで立体的になってツヤも出ます。逆側も同じくしていきます。でどうしてもこのラインですね、また後から隠していくんですけど、くるりんぱのほぐす時にもうすでにこっちに向かって、このラインに向かってほぐすと綺麗に隠れます。で次にある程度ほぐしましたら、この真ん中割れのとこですね、どうしてもくるりんぱってこの真ん中が割れてしまう悩みがあるんですけど、これも簡単に治ります。これは内側の毛束を真ん中に向かって引っ張ります。まず左側、こっちですね、は右側に向かって引っ張ります。ですね、で右側ですね、右側の毛束を真ん中に向かって左に向かって引き出します。そうすることで簡単に隠れます。次に顔周りの髪をまとめていきます。遅れ毛を残しておきます。残して全部まとめるとフォーマル感が強いので、これぐらいですね、ざっくりジグザグにとって下の髪を残しておきます。そしてこれぐらいの紙ですね、これをロープ編みしていきます。ロープ編みはこのような感じで2つに分けて交差するだけなので簡単です。でこの時にポイントがあるんですけど、ここにどうしても角度が下がると隙間がラインが出てしまいますので、必ずこのラインを隠すようなイメージを持ちながらロープ編みしていきます。交差します。でこの時も何回もねじってると髪が短くなって届きませんので、だいたいこの長さですと3回ぐらいですね、これぐらいねじって引き出します。でこれを普通のハーフアップだったら両方作ってここでゴムで留めるんですけど、この場合ですね、ショートボブの場合は長さが足りませんので、その場合は片側ずつゴムで留めていきます。こうすることで髪がこれぐらいの長さで短くても簡単に留めることができます。この時も少し緩まないように注意しながらゴム留めしてください。ロープ編みはすごいラフで可愛いんですけど、三つ編みよりもほどけやすい、緩くなりやすい特性がありますので注意してください。これで OK です。片側がこういう感じですね。でくるりんぱの時のこっちに向かったほぐしですね、あとロープ編みの角度ですね、それを気をつけるだけでこれぐらい隙間がなく綺麗になっています。次は同じことを逆でしていきます。この時に
隙が生えていたり段が生えている場合にポロポロ結構取れてしまうんですけど、それももう無視して後から巻いたりとかすると馴染むので、そのまま進めてもらって大丈夫です。 2、3回ぐらいロープ編みしてほぐします。この時のロープ編みのほぐしも徐々に力を抜きながらほぐすと柔らかい質感になります。これですね、角度はこっちのすることでここの隙間が隠れます。これも一緒に先ほどのくるりんぱとロープ編み作ったやつと一緒にゴム留めします。それでは毛先を巻いていきます。もしどうしてもコテが使えないという方はこのままでも十分可愛いので大丈夫です。まず簡単に華やかになる方法なんですけど、全体を外羽巻きします。これだけでも十分可愛いです。外羽は角度を下げてコテの角度ですねを平行にしてください。角度を下げてコテがこうなったりこうなったり、どうしてもセルフだとしてしまうんですけど、それに注意しながら鏡で確認してまっすぐ入れてるかどうかを確認します。そうすることで綺麗な外羽になります。で、外羽の特性上内巻きよりどうしても取れやすかったりとかつきづらかったりしますので、少し巻き込みの時間も長めであったりとか温度高めであったりとかして工夫してください。という感じですね。このコテはヘアビューロンの 26.5mm を使っています。これに少し表面を巻き足してニュアンスですね、動きをつけます。でこれも所々するのがポイントです。すべて巻いてしまうとシルエットが大きくなります。で先ほどは角度を外羽なので下げていたんですけど、今回は少し角度を上げます。そうすることでメリハリのあるシルエットにします。このようなイメージですね。これを全体にしていきます。外羽だけでも十分可愛かったんですけど、少し動きがつきました。これを逆も一緒のことをしていきます。ところどころなんで、今回はリバース巻きをしています。で、ここのところですね、毛先が重なったところも同じく外羽して、その後に表面を内巻きを入れます。ではヘアアクセをつけていきます。今回はこのクリップ型のヘアアクセをつけます。ゴムがありますのでヘアカフなどでも全然大丈夫です。このゴムを隠すようにヘアアクセをつけるのがおすすめです。これで最後に全体のバランスを整えます。後頭部に一番ボリュームがあるか、鉢はあまりボリュームを出しすぎていないかと、顔周りですね、顔周りも正面から見て大きく膨らんでいないかなどを確認しながら最終調整をします。それでは完成したので一周ぐるっと回っていきます。これがサイドですね。でこれが正面です。でぐるっと回って最後になります。でこのアレンジ、どうしても髪が短いとこのまとめてるとこですね、これがスッとこのような感じで落ちてしまったりします。でもこのまま巻きの方に加えてもらってもいいんですけど、どうしても気になる方ですね、しっかりしたい方はこのようなアレンジスティックなどを使って奥に入れてしまいます。毛束、取れた毛束を取ってアレンジスティックで入れ込みます。そうすると綺麗になじみますので、まあ、このようなアイテムを使ったり、普通のピンとかで留めても大丈夫ですので、髪が短くても焦らないようにしながら失敗はすぐ直せますので頑張ってみてください。今回以上になります。これぐらい長さのショートやボブも組み合わせ、アレンジの種類の組み合わせ次第ではいろんなヘアアレンジが可能ですので、ぜひ諦めずに頑張っていただけると嬉しいです。今回もありがとうございました。